こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶風の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は心静かに受念を楽しむです。心を落ち着けて肝が静寂の中で命長きことを楽しむ。出家隠者茶の湯者の理想を言います。それでは今から心静かに受念を楽しむを書いています。今から心静かに受念を楽しむを書きます。草書体で書きます。最後までご覧いただきありがとうございました。